応援団、背中を押してくれる心強い方々が応援に来ていただきました。まず最初に、皆さんもご存知の方です、池のメダカ師匠が、今日ここに来ていただいております。ぜひ師匠よろしくお願いします。こんにちは、ただいまご紹介に預かりました池のメダカでございます。吉野の新喜劇でございます。私は長藤秀樹さんの応援に上がりました。なぜですか？若いからです。若いから頑張ってもらおうと思ったんです。我々の経験したことをちょっと今聞いていただきたいと思います。今から約30年前、そう、昭和がもう終わりかかった頃です。お客さんがどんどん吉本の劇場に足を運ばなくなりました。新喜劇で幕が開いたらお客さん5、600人入るような席でお客さんが30人、40人です。このままではあかんなということで吉本が考えたのが、もうこのままやったら新喜劇もやめてしまおう、やめようかなキャンペーンというのが始まりまして、1年間で850万人から800万人からなんかその人数を忘れましたけど、入れへんかったらもう新喜劇やめというキャンペーンがありまして、その時に若い人たちがどんどん新喜劇に入ってきました。何日かしたらやっぱりだんだんしっかりしてきます。でも僕らとしては上から目線で、若いのは何を言うとんねん、経験もないのに知ったかぶりして何を言うとんねんと思っとったんですが、まあ一緒に頑張ってるうちに一緒に働いてるとやっぱり全体感も湧いてきます。一緒にお酒を飲みたい、ご飯を食べに行きたいってるうちに仲間意識も湧いてきます。そんなこんなしながら新しい座長が生まれたり、新しいベテランが若手から台頭してきたりして、5年、10年、15年、20年、30年と経って現在につながったわけでございます。今はどうでしょうか。ナンバーグランド花月とおかげさまで毎日満席でございます。チケットをありがとうございます。チケットを頼まれましても僕ではどうにもならない。いや、皆川さんベテランやからそんな何つもなんじゃ、いやいや、もう指定席やが売れるもんは先に売れてるから僕が何してもどうもならんねんいうぐらい毎日満席でございます。それもこれも若い人たちにお任せして、我々がそうか、お前そんなことしてちょっと違うと思うけどなと思いながらも半信半疑でついてきてというか協力もし、ベテランと若手が知恵を絞り競い合い、そして現在につながってきたわけでございます。ですからね、私も含め年いった人は思い当たると思いますが、どうしても経験を積んでくると自分を過信してしまい、若い奴らに何ができる、俺がおるからできんねん、俺がおれへんかったらあかんねんしなことにふっとなってしまうんですね。まあよくは分かりませんけど、政治の世界もそうやと思います。そのうちに自分の都合のいいことばっかりについていくようになる、自分がぬくもれるようなことばっかり考えるようになる、ね、人のこと考えてない。だから若い、いやそれではいかんというような若い人が出てきたら困るベテランがいっぱいおるわけです。もうでもそんなこと言ってる時代じゃないと思います。政治の方も高市を先頭に頑張って新しい風を窓から入れて空気を変えんといけない時期に差し掛かっていると思います。ですから、41歳長藤さんにお願いして高市に新しい力と風を吹き込んで、政治の世界も変えていっていただきたいと私は期待して応援させていただきに上がりました。これからも一つよろしく、長藤さんをよろしく頼みます。おきにありがとうございました。ありがとうございます。意見を目指す人は本当に若いもん頑張らせていただきます、はい。